最強の男たちを呼んでもらいました、ね、あこんな使い方して初めて言ったよ俺うわハイボっていうものを味わってて、はい、ということで今回も世界一のロングセラー育てよう第2弾ということでビース呼びました。待ってました。前回ね師匠たちに、はい、まあ、ロングセラーを教わったんですけど、今回早速ね対戦というか解決することでやっぱこう才能伸びていくんじゃないかいきなり対決、はい、いうところで、うん、今回ですねちょっとバイタスさんにお願いしまして、チームバイタスを組んでいただいて、チームバイタス、はい、最強の男たちを呼んでもらいましたもしかしたらこういう方々がねいらっしゃるかもしれないんですけど、ね、早速見えてるんですけどね、はい、かなりやばいですよね。やばいですか。かなりやばいのよ。ちょっとね、情報量多すぎる。今回ねバイタスさん本気出しすぎてる。そうだね、イケイケどんどんだからもう社風が。早速お呼びしたいと思います。はい、じゃあチームバイタスからアクトレさんお願いします。お願いします。うわぁ、よろしくお願いします。ジャイアントチャンネルにアクトレさん来てるのっていうのと違和感しかない。そうだね、元シルク・ド・ソレイユのパフォーマーでバク転世界ギネス記録を所持されてる。簡単じゃないですか。YouTube チャンネル登録者65万人でなんと教員免許を持ってると。あら、ということでもう最強のお方という、はい、そうだね、身体能力を存分に発揮できるように。いやもう楽しみですね。うわで、シルク・ド・ソレイユってね、オーとかカーとかですよね。あ、そうです、ラスベガス。僕がやってたのは世界公演だったんで、はい、3ヶ月に1回とか1週間に1回国とか都市を転々としながら回って、この前日本に来たアレグリアっていう、はいはいはい、あれでずっと僕はパフォーマンスしてて。すごすぎるよ本当に。ジャングルに来てさあ、そして続いてチームバイタスから乾さん、よろしくお願いします。うわー、お願いします。本当半端ない運動力の持ち主で、普通の人ではね不可能なことも短時間で可能にしてしまう男ということで、 TikTok のフォロワーは74万人と。あーあーあーあ、もともと十種競技されてる方なんです。そうですね、ずっと陸上競技をやってて、はい、今も一応現役でやり投げ一本に絞って、はい、もはや、ね、100種競技ぐらいやられてます。100種競技結構もともと多かったんで。あ、そうなんですね。はい、なんかもうスポーツしてないと生きていけないみたいな感じです、ね。はい、あ、じゃあちょっと似たの人種ですわ。しかしもう死んじゃうので、ね、いいですね。さあ、そして最後チームバイタスから、はい、吉岡さんお願いします。お願いします。ちょっとまだアップしていいですか。アップアップ俺ら行こう。アップ語りたいっていうこと。お願いします。お願いします。上半身だけ、ちょっともうちょっとだけ吉岡さん、日本クラス別選手権65キロ以下でいきなりね初出場で初優勝勢いそのままに初めて出場した日本選手権でなんと12位に入ったということでこんな使い方して初めて言ったよ俺。ちょうどいい。ちょうどいい。はい、ということで改めまして吉岡さんです。お願いします。すごい。ちょっと、ね、横向いてもらっていいですか。いや、すごいよ。顔見たんですよ。いや見たことあるやつだ。うわ、見たことあるやつ。これね、足がすごいの、これ。うわ、なの、ええー。腹筋ですよ、腹筋。腹筋状だよ、これ。左利きなんで。レフティーなんですよ。レフティーじゃないですか、ほんとに。行かせていただきますけど。うわ、よろしくお願いします。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 はい、ということで、改めてですね、チームバイタスの皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。ビーストどう？やばいやばいやばい。ちょっと俺もね、そこさすがに鬼じゃないので、はい、やっぱビースト一人だと不安だから、はい、師匠たち呼びました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。おー、前回に引き続き、はい、タケちゃんとハルトです。日本トップクラス、いや世界トップクラスのロングスローなんで、ガチガチ揃えてきてる。早速ロングスローね、はい、もうやっていきたいと思うんですけど、まあ、ちょっとアップ足りないと思うのでちょっとアップしてから、はいはい、対決していきましょう。はい、はい、すげーな。アクトレさん球技とかってやるんですか。球技は全くやんないですよ。マジで球技はもう10年以上やってないですよ。うわー、吉岡さん、これはどこの筋肉を使う感じですかね。三頭筋と後背筋ですね。あ、三頭筋と後背筋なんですね。完全に三頭筋と後背筋。まあ最後の押しのところでちょっと大胸筋も使うかもしれない。ああ
じゃあ今日も絶対負けないですね。明らかに一番発達してますからね。そうですね、はい、うわかっこいい後ろ姿が。うわー、イミさんサッカーやられてました？サッカーはしてないです。あ、してないですね。授業終わった後の20分休憩であるじゃないですか、はい、あれでサッカーしてます。でもさっきイミさんリフティング普通にしてたよ。いや、あのね、あのアラウンドザワールド、アラウンドザワールド普通にしてたからね。びっくりした。しかも結構ちょんちょん系のリフティングだよね。ちょんちょん系からの、だいぶテクイ系のリフティングするからね。そうなのよ。はい、ということで早速対決の方行きたいと思います。じゃあ先攻後攻じゃあ決めますか。殴り合い、殴り合いはうちの筋肉マンが行きます。そうですね。じゃんけんで、じゃんけんで、はい、高校でお願いします。高校、高校で、高校で行く、はい、じゃあ1球目いきます。おおおお、これはどんなの。おお、すげえ。おお、あー、すごい、半分はいったね。素晴らしい。ビースト、お願いします。頼むよ、頑張れよ。おおおお、これはおお、これはすげー、すげー、すげー、マジマジ。それでは吉岡さんの2投目お願いします。おお、すげえ。おお、すげえ。おお、すげえ。いやー、悔しいな。いい勝負じゃない？いい感じだな。ちょっと結構いい勝負ですね。結構2投目はいい勝負。結構いい勝負だったの。結果はね、後日じゃねえや。この後最後に発表します。郵送で、郵送でね。書面で、書面で。どうなるんですか。例えば1本目負けたけど2本目勝った場合ですけど、2本やった時の合計、いい方の記録で、あー、なるほど、対決なので。続いて2番目の方、はい、あ、乾さん。おー、これは強敵よ、中学生。お、いいじゃん。お弟子さんから。あ、行ってらっしゃい。イニーさん1本目お願いします。お願いします。じゃあ行きます。頑張って、頑張ろう。じゃあ。あれファールストだったんですよ。あ、僕サッカーしたことないんで。それでは乾さん、先ほどファールだったのでもう一度お願いします。うわー、いい助走。うわー、やばっ。うわー、やばっ。ちょっとね、ブレ玉いっちゃってるんで、やっぱりバック回転がないと今のミス投てきですから、ね、吸収早い。はい、おお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 おうわすごい。うわすごい。すげー、マジですげー、やばい。ちょっとスリッピーでしたね、今。うわー、うわわかんないな。わかんないかも。めっちゃいい勝負してるわ。3戦目、じゃあアクトレさんとタケちゃん対決。はい、うわ、師匠。頼むよ。よろしくお願いします。お願いします。会長戦ですね、これ。いや、マジ頼むよ。マジ頼むよ。まあ、やっぱり、どんな逆境もね、やっぱり、あの、跳ね抜けできてるんで。中学2年生だっけ?2年生です。敗北というものを味わわせてあげよう。それでは、アクトレさんの1投目です。敗北というものを味わわせてあげよう。敗北
まあこういう失敗をしないように、あの、まだ投げてない。絶対に流してください。一回休憩していいですか。変更変えましょうか。変えますか。たけちゃん一投目です。おお。うわ。うおお。すごいの。たけちゃん、大人が黙っちゃった今。大人が黙っちゃった。待って、できる気がしなくなった。一投目お願いします。おお。うわ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 。これがシルクドソレイユの映画だからこれね。半端じゃない。パフォーマーですやっぱ持ってるわ。すごいわ。地球一周したんだ今。回ってましたね。そういうことだ。うわすごい。きれい。うわおお。見てこの黙った感じ。ボールまだ見えてるうちはまだあるかもしれない。はい、ということで1周目ロングスローは終わりということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあこれだけだとちょっとね味気ないんで、キックでキック対決しようじゃないかと。ロングキック対決ですね。ロングキック対決。はい、はい、ちょっと1回休憩挟んで、はい、はい、そこからもう1回やりましょう。はい、はい、お願いします、はい、お願いします、お願いします。ちょっと家だけ飲んでいいですか。家だけ。うわやっぱ家大事ですか。めちゃめちゃ重要ですね。うわこういうやっぱ有酸素的な運動になってくるんで、筋分解が起きるので、まあ、僕にとってはもう絶対。うわ映えますね。うめえ。家いいですよね。家いい、最高っす。え、飲むのはトレーニング前とトレーニング中、トレーニング後でどこがいいんですか。もうトレーニング前飲むのもあり、はい、トレーニング中も飲むのもありです。トレーニング後もありです。あ、後もありですか。後もありです。後もありです、えー、アミノ酸の吸収がめっちゃ早いやつなんで、うんうん、と栄養を早く、要はトレーニング前の取っておきたいし、トレーニング中のカタボリックを防ぎたい、でトレーニング後の修復にも使いたいっていう。なるほど。とにかく飲んでおいてます。とにかくもう飲んでマイナスになることはない。あなるほどね。お風呂に入れちゃいますか。もうじゃそうだ、入浴剤としてもね。皮膚から吸収もあるっていう噂程度しか聞いてない。ブランディングで対決第2回戦はですね、ロングキック対決ということでお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと先行ここ決めて。じゃあまたジャンケンを。キャプテンお願いします。キャプテンキャプテンキャプテン交代しました。交代して。何があったんですか。自信を失いました。いやめちゃくちゃ良かったよね。めちゃめちゃ面白かったですね。面白かった。面白かった。強そうこれ。いつでもいいですよ。いつ最初はグーじゃんけんぽい。おしゃれ、おしゃれなパー。先行でいきましょうか。先行で、うん、先行で。逆に言うとね、はい、じゃあチームバイトス先行、チームじゃないと後攻ということで、はい、はい、やっていきたいと思います。じゃあ早速ヤクトさんから1本目お願いします。お願いします。よし、よし、ここでプレッシャーをかけていくぜ。お願いします。今回も一周するのかな地球。楽しみだね。頑張ります。おお、おお、おお、すげえ。自分の中では飛んだよ。いや、いい今の。なんか絆が強くなりますね。それでは後攻、たけちゃん。おお、ああ、おお、え、タケちゃんいいね。わざわざ横浜の方まで出てきてこんなに敗北感を味わわせられると思う。ということでアクトさん2本目お願いします。おお、お、悪くはない。あーちょっとさっきの方が、うん、さっきの方がもっと近づく。家が足りない。これは家が足りない。金門会が始まっている。金門会始まってる。あー、もらっとくべきやったなこれ。そうっすね。ちゃんに当たるはずだった。うわぁ、うわぁ、タケちゃん、1本目より良かったよ。フォーム綺麗だ
つま先まで最後伸ばしちゃいました。ああやっぱちょっと癖がやっぱりあるんですね。だから芸術点で言えば多分僕が一番高い。確かに。その先がねちょっと曲がってるから。二回戦目はハルト、はい。そしてこちらは私が。吉本さん。おお。はい、じゃあお願いします。お願いします。クレアルカリンだけ飲んでいいですか。あ、大丈夫です。クレアルカリン。クレアルカリンだけ飲んでいいですか。あ、はい。こちらだけ飲ませていただきます。クレアルカリンって何に効くんですか。まあシンプルにパワー発揮しやすいんですよ、はい、トレーニング前には普通に飲ませていただいてるんで。いただきます。うわ飲む。では吉本さん1本目お願いします。お願いします。お願いします。頑張れ筋肉。ドゥン。あおおおおおおおすげえ。ちょっと待ってクレアルカリンがまだ効いてないっす。あ、時間がね。あれ40分かかるんですよ。結構かかるっすね。飲んでからおおおおなきくんしゃあ。いやいやでもすごかったな。端っこに行くせいでちょっとちっちゃくなりました。あのなんか本当お願いします。ということで3回戦目ビースト対イヌイさん、はい、はい、お願いします。お願いします。よっしゃ行ってきます。頑張ってください。はい、じゃあイヌイさん1本目お願いします。お願いします。うわ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 力的には割と出してるんですけど、はい、ちょっと真空打てないですねまだね。あとクレアルカリンじゃないですか。あ、忘れてました。あ、ちょっと待ってください。結局40分後に効いてくるから次の競技のために今飲んどきますか。さすが。あ、2本目勝てるっす。あはい、じゃあビースト1本目お願いします。いきます。ゴッ。いやいや、まあまあまあ、まあ、すごいよ。それでは、乾さん、2本目です。うわぁうわぁ、さっきより全然飛んでるし。うわぁうわぁうわぁ乗って翼で行ってこと。トゥーで行ったんすかあれ。わダメだ。2本目ビーストお願いします。うわ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 はい、ということで最後はこちらドリブル対決いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いやでもちょっと結構せこいっすよね。シンプルに得意分野でやられてるような。ちょっと我々要素も入れさせてくださいよ。いいよね。大丈夫ですか。はい、全然やっぱスポーツマンシップなんで我々、はい、我々やっぱ筋トレが得意なんでしっかりちょっと足追い込ませていただいて勝負ってどうですか。お願いします。逆に逆にね、はい、追い込みたい。お願いしたいぐらいだよね。追い込み、やばいやばいやばい。いただきました。追い込みたい。いただきました。やばいからマジで。ボディビルダーの追い込み分かってない。尺1時間とか大丈夫ですか。やっぱ一番きついくてなおかつ時短でできるやつをやらせていただこうかなと思うので、はい、ジャンプランジを。ジャンプランジ。おお。しかも3分か。3分。ランジがこういうやつなんですけど、これでジャンプしながらスイッチするんだ。スイッチして。これ足狭くいこう。広くしたらやっぱ楽やから。かなり狭く。狭くしてなおかつ毎回できれば膝タッチぐらい行きたい。タッチぐらい行きたい。そうっすね、それぐらい行きたい。あ、これやばそうじゃない。今のでもう結構で3分ですか。これは勝てるよ。3分やランジやってすぐそうっすね。竹内はドリブルの説明だけしたい。あ、そうっすね。終わりましたで行きます。まあ、ここからねスタートしますと。向こうのコーンを回ってここを通過したら次の人にタッチで3人ドリブル終わったらではいいですか。はい、よーいスタート。ちょっと、ね、いいぞいいぞ。あ、めっちゃいいめっちゃいい。さすが。
まだ10秒ちょっと待ってください、ね、時計壊れてますね。ちょっと足は悪くないんだ。やべえ、もう来てるわ。ちょっと待って、アクトレさん、ちょっと待って、もう来てるな、これ。ちょっと待って、あれあれあれ、やばいやばい。実は、はい、助っ人を実は私実は呼んでおりました。助っ人、はい、ここで召喚しようかな。あ、わかりました。いいっすか。はい、どうも初めまして、はい、バイタスの松見です。どちらでプレーを。中学校はサンフレッチェジュニアユースで。サンフレッチェ、ここは広島観音っていうところで。あ、はい、西県にも。おい、やばいっす。15年ぶりにボールを蹴るんで。うわー、ちょっとガチで勝ちたいんで。勝ちに来たやつで。ガチで勝ちたいんで、本当お願いします。ありがとうございます。うわー、頑張ります。お願いします。お願いします。ジャンプできないっすか。これが筋トレじゃ。大丈夫ですか。あー、進まない。進まない。どうだ、やってください。人生で一番きついこの練習。3、2、1、はい、ではドリブル競争始まります。よっ、もうよっ、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 まだまだ続いてるよ。まだ止まらない、止まらない、足上がらない。やばいやばい。来た、アンカー乾さん。うわ、軽やかだ。アンカービースト。わあ、待って、おお、いやいや、勝者バイタスチーム。だからな、なんだ、もっと本物をね、やってほしいんだけど。自重だし。自重だし。EA ですか、これ。EA。完全に今 EA ですね。今 EA だ。体力がすごいね。もう顔白くなってもなんだ。結果発表。まず最初ですね、ドリブル対決の方から結果発表したいと思います、はい、ドリブル対決勝者はチームバイタス。圧倒的、圧倒的、最初大敗だね。ロングキックの方なんですけども、アクトレさんロングキック 33.2m、 かなり飛んでますよ。対するタケちゃん 48.4m。 おー、素晴らしい。吉岡さんの良かった記録の方が 31.6m。 うん、だからこれ結構すごいっすよ。いやでも彼に負けたんで。そこの戦い、ちょっと嬉しかった。ハルトの方がですね、おすごい記録 48.9m。 おー、すごい。おお、ちょっと悔しいでしょ。ちょっと悔しいでしょ。最後乾さんの記録がですね 42.5m。 おお、夢の 40m 台。ビースト 52.1m。 おお、すごい。総合ということで、じゃあ今1対1ということで。なるほど。あ、じゃあ最後ですよ、はい、ロングスロー。これはアロスさんじゃない。いい勝負だね、これ。そうですね。まず吉岡さんの記録 24.7m。 あ、おお、素晴らしいです。ビーストの方が 28.9m。 おお、 4m 差ですね。 4m 差。いいね、まあ、結構僅差ですよね、はい、あの時はまだ EA とか接種されてなかったですもんね、はい。次はちょっとクリアルカリ飲んで、あ、しっかりください。40分前にしっかりします。じゃあ次2戦目が、はい、ハルトとイニさんですね。はい、イニさん、ハルトの記録がですね 31.9m。 そしてイニさんの方が両手投げですね、30.4m。 うわ、わずか、わずか足らずということで。なるほど、すごい。最後ですね、注目の、アクトレさん対、はい、タケちゃん。タケちゃんの記録がですね 37.7m。 うわ、トレさんコメントありますか。ない。注目のアクトレさん、ね、なかった。地球一周したと噂されてる。こちらのいただいたデータね、測定していただいたので、はいはい、記録がですね0m。 0m、 0で合ってるんですから、マイナスじゃない。5m いってました。
サブセさんどうでした？これがシルクドソレイユです。まあ今回あのチームバイタスさんと対決させていただいたんですけれども、ジャイアントチャンネルもねスポンサーバイタスさんついていただいてますし、ぜひこちら概要欄からチェックしてください。そしてあの今回ねご協力いただいたこのチームバイタスの皆さんの YouTube チャンネルとか TikTok のチャンネルも概要欄貼っておくので、ぜひ皆さんフォローの方よろしくお願いします。お願いします。ということでまた対決するかもしれません。その時はぜひよろしくお願いします。よろしく。せーの、ジャイアント。うわ！